万年山所の持ち明夫妻と忠氏の墓、八塚持ち明は、江戸時代末期の大名、明治、大正時代の家族。阿波国徳島藩第十四代の藩主。文部大臣、東京府知事、貴族院議長を歴任した。号は、誠堂、荒れ笠。第十三代藩主、八塚仁志博の次男。母は、山本氏の娘、玉。名は、 下太郎。後に、いとこで、第十四代将軍の徳川家持より偏記を授かり、持ち秋と名乗る。慶応四年一月六日の父の急死により、家督を継ぐ。蔡弘氏の帰徳から死去が、賭場、伏見の戦いの最中であったことから、藩内は大混乱をきたした。その後の母親戦争では新政府側に組みして、王羽にも兵を送ったが、 相次ぐ藩内の混乱のため、新式のイギリス軍備を導入していたにもかかわらず、少数の藩兵しか送れず、諸藩からの礼表を受けたとまで言われている。明治維新後は、オックスフォード大学に留学した。明治15年から同19年まで中フランス講師。帰国後、第11代東京府知事、第2代貴族院議長、文部大臣などを務め、 邪行官志向の大軍を受ける。半祖である、八須賀コロクマを大名にまで引き立てたのは、豊臣秀吉であった縁から、旧福岡藩主家当主、黒田長生を会長として結成された、報告会の副会長を務め、報告会が、京都東山の報告神社に、豊臣秀吉病を混流した折には、黒田と共に灯籠を寄進している。 芝区三田綱町の八須掛所有地の一部は、慶応義塾に売却されて、綱町グラウンドとなり、明治36年11月21日に、第一回総計戦が行われた。方号は、大下人伝。墓所は、徳島市の万年遺産。芝良太郎の、街道を行く43の帯3周期に、こんな記述がある。また、 芝の著書に先立つ川森義蔵の人と付き合う方には名前は伏せてあるが明らかに蜂す掛けを刺して先祖が野党として有名であったが何とか先祖の汚名を注ぎたく野党ではなかったと立証してもらいたいと北定吉に依頼したという記述があるしかし北は調査の結果 H 公爵家の先祖は確かに与党であったしかし野党というものは その時代には決して恥ずべき職業ではなかったということなら、歴史的に証明してみせますと回答したため、それでは困ると囁闇になったという。ただ、持ちきの父、蔡博氏が十一代将軍家なりと、皆春院の間に生まれた子なので、持ちきに、八塚正勝の血は、流れていない。また、明治天皇の祖父、人工天皇の聖母、 東京局員の母は、池田中恒の娘であり、池田中恒の祖父、池田三中の母は、初塚至の娘、美保姫であるため、明治天皇と正勝の間にも、系譜上のつながりがある。ありがとうございます。